そう、に面接受かった人は、ディスコード今貼るから、そこから入ってください。入れてほどうししくた、ないガよクン。な。とりあえず、今入ってきた人を、入ってき組の人をディスコードに集めてほしいのと、新規の人たちに教えるのはスタミがやってほしいと。俺スがタやんミの？何気暇やし、結局違何もやっうよ。てないし。違うよ。待って待って待って、落ち着け、落ち着け。今配信見てる人たちが、一応次来るとき、ちょっと要領をつかむ状態で入ってこれるから、まあ、とりあえずプラスだねっていう話。まあ、俺動物狩る、なるあほれしてど。んで、ね、仕事してる俺の。が新人研修した方がいいって話？スタミナただペチャクチャ喋ってるだけだから、カックン。カックン、お前ちょっと、お前バンすんぞ、ほんとに。これいつの間に結構いるな。じゃあ、ここ、まあ、一列に並んでください。カンパニーに君入っちゃってるから、カンパニーに君入っちゃってるから、カンパニーに入ってる人は、I ボタンから、そう、カンパニー抜けてね。はい。チャットお願いします。OK。はい、どうぞ。はい、いらっしゃい、スタミジャパンカンパニー。タケノコを落とせよ。タケノコを落とせよ。ひどいじゃねえよ。お前普通の真顔で紛れ込んできたな、お前。全サブス真顔やん、お前。紛れ込まれると思ったか、お前。サブスクライブオンリーだっつってんの、なんで堂々としてんだ、まあ、はいじゃねえよ。ごまかせると思ったかよ。作業、ちょ、かわいそうだけどね。これはちょっと決まり事だから。ごめんな。これで招待してるから、最初はもうちょっと理解してもらうしかないね。湧くのもちょっと難しかったりもするかもしれないから。ちょっと新人の人は待っといて。その右の欄を見てもらえばわかるんだけど、まあ、ここを見ながらゲームをしないといけないんだよね。そのビリビリマークがスタミナ。その走ったり、何かを叩いたり、その資源を採集してるときに、その消費するのがビリビリ。なんか歩けなくなったり、お腹がめちゃめちゃ減るなと思ったら、このスタミナを使いすぎてるから、一回休憩して、止まったりして。上手に説明できるかな？で、その上が、そのご飯じゃん。その上が水分だから。これも減ると体力が減っていく。で、その上、これ重りマークみたいのがウェイト、その持てる量だね。木とかを持ちまくってると、走るのが遅くなる時があるんだよ。で、それは基本的にウェイトが重いから走れてない。もう一つ重要な要素があって、その上に、色とりどりのマークがあるじゃん。黄色、ピンク、オレンジ、青があるんだけど、このゲームうぜえのが栄養素っていうのがあって、その栄養を均等に取らないといけないんだよ。果物だったり、肉だったり、魚だったり、野菜だったりを均等に食って、その栄養素を取っていかないと、例えば肉ばっか食ったりしたら栄養素が偏って、視界が悪くなったりすんの。もう歩けないレベルで。で、これは覚えておかないといけないのは戦争の時だけ。基本的に、奴隷の時に、この栄養素が、あ、やべ、偏ってきたとか、あ、めっちゃ腹減った、飯食うのめんどくせえとかなったら死んで。死ね。そういう時は、もう死ね。それが一番楽。遠征先じゃなければ、ここら辺は気にする必要ない。遠征先じゃなければ死んで。もうどうにかして。どうにかして、溺死だったり、何でもいいから死んで、さっきここの拠点に湧いた時みたいにデスリスポーンして、で、自分の死体がこうやって転がるから、こうやってさっきも死体転がってたでしょ。で、そこからまた資材を取って同じことをする。OK。 まあ今のが完全に基礎。もう今のが奴隷の基礎。もうとりあえず栄養素はお腹減った、水が必要とかなったら死んで、で、その死体の場所を覚えておいて、で、そこの場所に行って、また、ピッケルとか、斧とかを取って、同じ行動に移る。OK？ で、それを、ある程度、チェストを決めるから、入れるチェストをね。入れるチェストを決めるから、そこに入れていけば、最初の方は、もうお仕事できてる。で、レベルも上がっていく、木を叩くと。で、そうすると、僕たち、奴隷組が、資材を集めると、船が出来上がっていくから。OK？ で、船が出来上がって、船が十分に出来上がっていくと、はぶられない。戦争の時に。
この奴隷組の頑張りで奴隷組がハブられるかどうか決まるから。前回の出動の時はちょっと働きがちょっと曖昧で、こういう研修もちゃんとしていなかったから木が足りなかったりいろいろして、まあいろいろあって船が少なくなって奴隷組が出港できなかった。もう今回それは避けよう。みんなしっかり気を取って、もう船をたくさん作ろう。みんなが乗れるぐらいの。オッケー。それでは一回ディスコチャンネル行くわ。三人称は画面スクロール。ね、質問は後で受け付けるわ。一回俺の研修を聞いてほしい。質問は一番最後。はい、じゃあちょっとマイクミュートのまんま、そろそろ実技に移りたいと思います。それでは行きますよ。こっちが東のドアだから。オッケー。東のドア。はい、行きます。で、これ、ドアは、必ず閉めて。もうこれ必ず。もう癖づけて。これがもうね、一番の覚えることかもわからん。オッケー。もうこれは、これも、わかったわかった。みんなが押すとバグってるから。わかったわかった。もう一回でいいから、一回でいいから。あいけ。もういい、もういい、もういい。もういい、もういい、もうやんなくていいよ。もう閉まってる、閉まってる、閉まってる。はい。で、このまんま、そう、シフトキーを押さないと、水の消費とか、腹減りとかが少ないから、覚えといて。で、こう、なんか、遠征をしてるとね、遠征をしてると、あのね、喉が渇くことがあるんだよ。で、帰れなかったりして、資材が取るのがめんどくさかったり、うぜえ、うぜえ、いちいちうぜえ、マジで。その、さっき死ぬって言ったんだけど、遠くで死にすぎるとうざいから、その近くで死ぬためにその水分とかを維持しないといけない可能性があるわけよ。でそういう時は X で伏せられます。 X で伏せて左クリックでこの湧き水を探せるんだよ。でないところは赤い文字が出るから。でこれは物を持ってる時はできない。物を持ってない状態で X ボタンで誰かね、で水が見つかったら待ってね、一回これは処理してくれる。これ X ボタンで見つかるから、これはね、もう必須。遠征の時とかにも役に立つから。そう、こういう要素があるのは覚えておいて。喉乾いたらこれをしてください。はい、ゾのところ集合。ゾのところ集合。で、それ叩くと、そう、資材を採集するときに、素手を使って殴ると、体力が減る。でも低レベルの人はこれをやんないといけないんだよね。木とかをこう素手で殴って、収穫しないといけない。もうかなり、ハードモードなんだけど、これはやんないといけないから。レベル1の人とかは木を手で殴って木を手に入れる。まあ、それを一回やりに行こう。で火の矢は AOE で、その燃えてるやつに近づくと自分も燃えるから、あ燃えてますね、あ燃えてますね燃えた。これ身をもって体験してる人が言う、そう燃えるから、あ燃えてるのには近づくなよ。行くよ、行く死ぬんだ。床を殴れ、死ねえ。頑張れ、頑張れ。これはもうゲームの仕様だからどうしようもない。ちょっとぐだるぞ。かわいそすぎ。で、このゲームの要素、ゲームのもう一つ大切な要素である、ファイバーの取り方なんだけど、もう超簡単。そこら辺に入ってる雑草で E をすれば、もう資源が採取できる。このファイバーっていうのがもうすげえ大切で、野菜も取れるね。歩きまくって E すれば、とりあえず取れる。そうですよ。君たちもああやって敵を燃やせる時が来るんだからね。はい、前方ワニ、ジェケベローパンチ、始動。近寄ると燃えるぞ。絶賛ですね、絶賛ですね、絶賛。バカバカバカ、味方に近づくとその味方も燃えるからな、気をつけろ。あーやばい、待って、ちょっと待って、大変なことが起きてる。まずい、近づくな、味方に。やばいやめろ、動くな。燃えたやつは動くんじゃない、燃えたやつは動くな。で、レベルが低い人たちは最初の木の、もう途中の基礎でこういう木とかを殴って手に入れるしかない。で、レベルが上がったら、Iボタンで、その自分のステータスを上げられるの。この真ん中の欄のさ、ここの欄、配信を見ればわかる。ここの欄なんだけど、ここが基礎ステータスみたいなもん。
スタさん、明日東京大賞店があるので1から16までの数字を好きな順番で3つお願いします。負けたらスタの軍団に入ります。ヘルスがまあ体力、スタミナがスタミナで、これウェイトなんだけど、まあ最初の方はスタミナとウェイトを上げた方がいい。なんでかっていうと、この資材採取に必要なのがこの2つだから。でダブルクリックをするとこの取れるんだよね、スキルが。でそうしたら最初スキルのここが空いてないと思うんだよ。最初ここが空いてないと思うの。でこの左を取るとその基本基礎的な採取のツールが作るようになる。ここね、ここここ一番左のここで、そうするとここを取るとね、左下に自分が作れるものが増えると思うんだ。でカーソルを合わせると必要なものが出てくるので、ファイバーは君たちさっき取り方教えたじゃん。でウッドも教えたじゃん。で次石で、これも殴ったりしないといけん。まあ、最悪そのもうピッケルとか1個作ったらもう回り出すから、そう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 、ピッケルある人は殴って、ある程度分かってきたかな。今のがもうそのピッケル作りの作り方、その資材を自分で集めてピッケルを作る。でそのピッケルでまた石とか木とかを切って、耐久がなくなってきたらまた作ってみたいな。リペアでもいいんだね、直すボタンがあるから。さあ来てくれ。でみんな資材がある程度取れた。で I ボタンを押してもらって、でそのなんか、あこのアイテムねえなと思った人がいると思うんだよ。で基本的に資材の見方はこの大きい写真を見ないで右上の写真見て、これ、ここがここを見れば、あこのアイテムはこのくくりなんだって分かるから。なんかね、ここのでっかい写真が違かったりしても、まあ、ここを見ればここのアイテムを集めれば作れるから。 OK、 配信見てもらえば分かる。で今のが基礎になります。で資材集めてきてっていう、なんかなったら今のを繰り返して、死体からのアイテム回収。死体の探し方なんだけど、自分の死体はなんか光の柱みたいなのが立ってるからめっちゃ分かりやすい。結構どこで死んでも問題ない。アイテムをこうやってチェストとかを見たときに、今ちょっとやるとなんかぐちゃっちゃうと思うから、俺の配信見て。いい長押しアクセスインベントリーで、ここのボタン、ここのボタンを押すと自分の中のインベントリーのものが一気にチェストに移ったりする。それも逆もしかり。 OK、 こう、お一個一個移さなくていいから、めちゃめちゃ楽だからね。木の皮が、木の皮がピッケル。